石井優太のファッション、その奥深き魅力に迫る。ナンバー愛の王子様はどんな着こなしでファンを魅了するのか。 NHK ミュージックエキスポのステージに現れた岸優太の姿はまるで映画のワンシーンのようだった。きらびやかな照明に照らされ洗練されたパフォーマンスを披露する姿はまさにナンバー愛の王子様そのもの。しかし彼の魅力はパフォーマンスだけではない。スタイリッシュなファッションはステージ上での輝きをさらに際立たせ多くのファンを魅了する。今回はそんな岸優太のファッションセンスに迫り、彼の着こなしから漂う深みや魅力を探ってみよう。ロイヤルフラッシュのカーゴショツは一見シンプルなデザインながら遊び心と快適さを兼ね備えたアイテムだ。ゆったりとしたシルエットと一体感のあるジップポケットは彼のカジュアルなスタイルに都会マトなアクセントを加え、アクティブな印象を演出している。ボディと同じ精緻の眺めの引き手はさりげないポイントであり、彼のこだわりを感じさせる。さらにスウェット素材とウエストゴム仕様は動きやすさと快適さを両立し、ステージ上でのパフォーマンスを邪魔しない。このアイテム一つで彼のファッションに対するこだわりとパフォーマンスへの情熱を感じることができる。そしてもう一つ注目すべきアイテムがヴィンテージのフブフーディーだ。このフーディーは単なるファッションアイテムではなく、1990年代のヒップホップカルチャーを象徴するまさに伝説的なアイテムといえる。当時のストリートブランドフブはその独特のデザインとメッセージ性で多くのラッパーから愛されヒップホップシーンを牽引してきた。岸優太がチョイスしたこのヴィンテージフーディーは袖がカットオフされゲームシャツのようなワッペンが施されている。経年変化によるフェードが独特の雰囲気を醸し出し、彼のファッションに対する深みを感じさせる。エイジングやフェードといったトレンドは近年のファッションシーンで大きな注目を集めているが、ヴィンテージアイテムにおいてはそれらが単なる流行ではなく長い年月を経て培われた風格と歴史を感じさせる。まさに良いものは少ないという言葉がぴったりの希少価値の高いアイテムだ。ブラックのボディに少し赤みがかったフェードは古き良き時代へのノスタルジーを感じさせると同時にモダンなスタイルにも違和感なく馴染む。フロント、ショルダー、バック、アームに施されたワッペンや刺繍はデザインのアクセントとなり彼の個性を際立たせる。全体的にゆったりとしたシルエットは T シャツやタンクトップとの重ね着からスウェットやフーディ、ニットなどとのレイヤードまで幅広いスタイリングに対応できる。ハイストリートスタイルはもちろん、ラグジュアリーなスタイリングにミックスするのも面白い。まさにトレンド感、ファッション性、希少性を兼ね備えた唯一無二のスペシャルなアイテムと言えるだろう。そして彼のスタイリッシュな足元を飾るナイキエアジョーダン5レトロ12インチオフシャッターとバックボード12インチオフは白とオレンジの組み合わせが鮮やかな、まさに彼の個性そのものを表現したようなアイテムと言えるだろう。白のレザーは上品さと清潔感を感じさせ、オレンジのアクセントは彼の明るいキャラクターとアクティブなイメージを象徴している。このシューズは1985年に発売された伝説的なバスケットボールシューズエアージョーダン5の復刻版であり、バスケットボールの歴史と彼のスポーツマンシップを彷彿とさせる。岸優太のファッションは単なる流行を追いかけるものではなく、彼の内面や価値観を反映したまさに自己表現と言えるだろう。彼は時代を超越したヴィンテージアイテムを巧みに取り入れながら現代的なトレンドも意識し、自分自身のスタイルを確立している。彼のファッションは単に服を着るという行為を超え、彼の個性や思想、そして生きようを表現する一つの手段となっている。ロイヤルフラッシュのカーゴショツは彼のカジュアルな一面を、フブのフーディーは彼のヒップホップカルチャーへの造形の深さを、ナイキエアジョーダン5は彼のスポーツマンシップとアクティブな一面をそれぞれ象徴している。これらのアイテムは彼のファッションに対するこだわりと常に新しいものを探求する姿勢を表していると言えるだろう。しかし彼のファッションの魅力は単にアイテムの組み合わせやブランドだけで語ることはできない。彼のファッションには彼自身の個性や魅力がにじみ出ており、
それが彼のファッションを一層輝かせ魅力的にしているという。彼のファッションセンスは彼の生き要素のものを表しているのかもしれない。岸優太のファッションは彼の音楽活動や俳優業と同じように常に進化し続けている。彼が今後どのようなアイテムをチョイスし、どんなファッションスタイルを確立していくのか非常に楽しみである。彼のファッションは常に私たちに驚きと刺激を与え、新たな発見をさせてくれるだろう。彼のファッションは私たちにどんなメッセージを伝えているのだろうか。彼のファッションを通して私たちはどんなことを感じ、どんなことを学んでいけるのだろうか。岸優太のファッションは私たちに多くの疑問と希望を与えてくれる。それは彼のファッションが単なる自己表現にとどまらず、私たち自身の生き方や価値観について考えさせてくれる深みのあるものだからだろう。彼が今後どんなファッションで私たちを魅了してくれるのか楽しみでならない。岸優太のファッションは彼の内面を表す鏡であり、彼の音楽活動や俳優業を通して見せる様々な顔と重なり合っている。ステージ上での華やかさ、プライベートでのリラックス感、そして作品の世界観に合わせた個性的な表現。彼はそれぞれの場面で自身の魅力を最大限に引き出すようなファッションをチョイスした。ガン・ユータは様々な場面で自身のファッションを通してその時の状況や感情を表現し、観客やファンと深くつながろうとしている。彼のファッションは単なる流行を追いかけるものではなく、自身の内面やメッセージを表現する手段として積極的に活用されている。彼はファッションを通して自身の魅力を最大限に引き出し、周囲の人々に影響を与えていると言えるだろう。彼のファッションには時代を超越した普遍的な魅力と常に変化し続ける現代的な感覚が共存している。ヴィンテージアイテムを巧みに取り入れながらも、最新トレンドを取り入れたスタイリッシュな着こなしは多くのファンを魅了する。彼のファッションは彼自身の個性と時代や文化との調和を見事に融合させた、まさに唯一無二と言えるだろう。しかし彼のファッションは決して完璧なものではない。むしろそこには彼の等身大の姿が映し出されている。時には流行に左右されることや失敗することもあるだろう。しかし彼のファッションには常に挑戦する姿勢と自分自身を表現しようとする強い意志を感じることができる。その正直さと飾らないところが彼のファッションをより魅力的にしているのかもしれない。岸優太のファッションは私たちに多くのインスピレーションを与えてくれる。彼の着こなしを参考に自分自身のスタイルを探し、表現に挑戦していくこともできるだろう。彼のファッションを通して私たちは時代や文化、そして自分自身の個性について深く考えることができる。そして彼のファッションが持つメッセージを受け止め、自分自身の生き方をより豊かに、そして楽しくしていくことができる。ガン・ユータはファッションを通して私たちにどんなメッセージを伝えたいのだろうか。彼のファッションを通して私たちはどんなことを感じ、どんなことを学んでいけるのだろうか。岸優太のファッションは私たちに多くの疑問と希望を与えてくれる。それは彼のファッションが単なる自己表現にとどまらず、私たち自身の生き方や価値観について考えさせてくれる深みのあるものだからだろう。彼が今後どんなファッションで私たちを魅了してくれるのか楽しみでならない。What are you doing? It's like not